ウィンナ・ワルツ・ウィンナ・ワルツは19世紀のウィーンで流行し、ウィーン会議を通してヨーロッパ中に広まっていった三拍子のワルツ。ウィンナ・ワルツにおける三拍子は、三拍が均等な長さを持たず、二拍目をやや早めにずらすように演奏され、独特の流動感を生んでいるが、これは当時の演奏習慣ではなく、20世紀中頃に成立した習慣であるとする見解もある。 ウィーンフィルハーモニー還元楽団によるニューイヤーコンサートは、シュトラウス家の作品を中心とするウィンナワルツが演奏されることで有名である。王宮における宮廷舞踏会の様子。中央の白髭の男性は、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世、ワルツの父というあだ名で呼ばれるため、ヨハン・シュトラウス一世がウィンナワルツの創始者であるように思われることもあるが、 一般的にウィンナ・ワルツの創始者とされるのはヨーゼフ・ランナーである。19世紀初頭、ウィーンにミハエル・パーマーという音楽家の率いる楽団があった。パーマーはワルツに初めてトゥーシュと呼ばれる女装とコーダを取り入れ、ワルツにウィーン独自の特徴をつけた。ランナーとシュトラウス一世はもともとパーマー楽団の団員であったため、パーマーのワルツこそがウィンナ・ワルツの源流と言える。 ランナーは、パーマーのワルツを基礎として、助走の後で5つの昭和ワルツを組み合わせて最後にコーダを置き、さらに魅力的な曲名をつけるスタイルを発明し、ウィンナー・ワルツの原型を作った。パーマー楽団から独立したランナーとシュトラウス一世は、ワルツ合戦と呼ばれる、熾烈な競争の中で、ウィンナー・ワルツを発展させていった。ランナーとシュトラウス一世のワルツは、当時のウィーンで、 圧倒的な人気を誇り、ショパンに、ウィーンで、華麗なる、大演舞曲を出版することを断念させた。ランナーのファンにはシューベルトがいた。しかし、ウィンナーワルツの様式を完成させたのは、シュトラウス一世の息子、ヨハン・シュトラウス二世である。シュトラウス二世は、ウィンナーワルツの黄金時代を築き、ロシアのチャイコフスキーやフランスのワルト・トイフェルなどにも、多大な影響を与えた。 シュトラウス2世をはじめとするウィンナワルツの作曲家たちは、ワルツと同様にポルカや行進曲などの作曲も手掛け、さらにウィンナオペレッタの分野にも進出し、重要な役割を果たした。19世紀はワルツの世紀とも呼ばれる。世紀諸島のウィーン会議によって、世界的な流行が始まり、 1899年のシュトラウス2世の死やワルト・トイフェルの引退などによって世紀末に一区切りを迎えたからである。しかし、ウィンナ・ワルツの系譜上にあるウィンナ・オペレッタはフランツ・レハールやエメリヒ・カールマンなどが現れたことにより20世紀初頭に銀の時代と呼ばれる第二の黄金時代を迎えた。ウィンナ・オペレッタ最末期の作曲家である ロベルト・シュトルツは、ウィンナワルツの伝統の最後の保持者として、指揮棒を振り、膨大な録音を残している。音楽としてのウィンナワルツは、中心作曲家のヨハン・シュトラウス二世が、音楽史上でも、稀に見るメロディメーカーであったように、何と言っても美しいメロディを豊富に匹敵する音楽であり、その一方では、リズムや構成形式がある、程度固定されているのはもちろん、 火星やオーケストレーションという点でも独創性の余地は多くない。その点ではポピュラー音楽と共通する要素を備えており、幅広い人気を獲得しやすい一方で、クラシック音楽として論ずる上で不満を唱える専門家も少なくない。日本の評論家では代表曲とされる美しく青きドナウの火星の単純さを吉田秀和や宇野広報が同様に批判しており、 鈴木厚のように、単なるウィーンの観光名物に過ぎないと断ずる者もいる。ドナルド・キーンなどははっきり嫌悪感すら表明していた。指揮者でも、近年は、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートが臨番制となったため、お付き合いで、これに出演する有名指揮者が多数派となったが、これを除けば、そもそも大物指揮者が取り上げるべき種類の音楽では、ないとする風潮すらあった。 ただ一方では、意識的に、ウィンナーワルツをレパートリーに据える、大指揮者の系譜として、クレメンス・クラウス、ブルーノ・ワルター、ヘルベルト・フォン・カラヤン、オトマール・スイトナー、ニコラウス・アーノン・クール、カルロス・クライバーらがいた。彼らは、それぞれのやり方で美の世界を掘り下げ、ウィンナーワルツが一面に限界を持ちながらも、多面で深い可能性を持つこと、同時代、リヒャルト・ワーグナーや、 ヨハネス・ブラームスらの強い支持を受けた魅力の源泉を伝え続けている。ウィンナ・ワルツの作曲家たち上から1段目、ヨハン・シュトラウス1世、ヨーゼフ・ランナー、ヨーゼフ・シュトラウス2段目、カール・ミヒャイル・ツィラー、ヨハン・シュトラウス2世、エドアルト・シュトラウス1世3段目、フィリップ・ファール・バッハ1世、カール・ミレッカー、ヨーゼフ・バイヤー4段目、 ヨハン・シュラン・メルウィンナワルツを得意とした指揮者を列挙する。また、上記の作曲家もほぼ全員が指揮者としても活動していた。ありがとうございます。